どうもこんにちは、まみよしです。Amazon タイムセール2日目ということでね、今日もお得商品紹介していきます。で、昨日見逃してた商品とかもあったので、そちらもピックアップしていきます。まずはお得な買い方どうぞ。今回もね、ポイントアップキャンペーンっていうのがあるので、ここのね、キャンペーンにエントリーするボタンを押してから買い物するようにしましょう。今回紹介するページ全部概要欄にリンク貼っておきます。他にもね、Amazon プライムに入ると、お急ぎ便が無料になったり、Amazon プライム、映画が無料で見れたり、写真保存し放題。最近ね、Google フォトが使えなくなったので、こっちのね、Amazon フォトを使って写真を無制限に保存することができます。こんな感じでね、Amazon プライムに関しては、サブスクでね、必須と言われるぐらい大事なので、ぜひ入っておいてください。今なら30日無料で体験できます。概要欄にリンク貼っておきます。ちなみに学生の方は月額250円半額で入れるので、ぜひチェックしてみてください。で、あとさらにお得に購入する方法があって、これ Amazon チャージっていうサービスがあります。これもリンク貼っておくんですけども、ここのチャージするボタンを押して、ギフト券、好きな金額を選びます。今すぐ購入をして、チャージすることによって、5000円だとプライム会員で 1%、9万円以上だとなんと 2.5% もつきます。なのでこれをやってから購入することによってさらにお得に買えます。ちなみにね、これクレジットカードでチャージすると 0.5% なんですけども、これね、こちらもキャンペーンにエントリーするボタンを押してここのチャージするボタンを押してチャージすることによって 0.5% プラスクレジットカードのポイントもつくのでかなりお得になってます。 Amazon のクレカを持ってる人はこっちからねチャージしてからやるのがおすすめです。ということでお得商品紹介していきます。まず一つ目がこちら、シャオミの完全ワイヤレスイヤホンベーシック2になります。結構ねワイヤレスイヤホン使ったことないって人も多かったので、まず初めにねこういった安いものから始めてみてもいいかと思います。でこれね今価格2490円になってるんですけども、昨日僕注文してその時ね1245円半額までなってたんですよね。でここを見るとね結構頻繁に今回のセールで値下げされてるので、このセール終わるまでに値下げっていうのをされると思います。なのでこれ定期的にチェックして安くなったら買うとかでもいいと思います。これ実際に買ったのでねレビュー動画も出す予定です。はい、続いてこちらエコーショー5。僕ねこちらのエコードットっていうねスピーカー持ってるんですけども、これにディスプレイとカメラがついたみたいなやつがエコーショー5になります。これがね3500円引きなので結構お得ですね。でスピーカーの音も結構いいらしいので、初めてのスマートスピーカーとかにもいいと思います。エコードットスピーカーだけのやつは今回安くなってませんでした。はい、続いてアップル製品なんですけども、アップル製品はねあんまりおすすめなのありませんでしたね。 iPad Pro 11インチ、これ2018年モデル、71,000円から68,000円ということで3000引きぐらいになってるんですけども、正直ね他のところで買った方が安いので今回ねこちらは、ね、紹介しません。続いてアップルウォッチ SE、 これもね特選タイムセール 31,100円になってるんですけども、価格はね1600円ぐらいしか安くなってないです。まあ今アップルウォッチ SE 欲しいっていう方だったらいいと思うんですけども、これに関してもね他のサイトの方が安いと思うので、特にね今回 Amazon で買う必要はないかなと思います。続いてアップルウォッチシリーズ5、こちらセルラーモデルになってます。セルラーモデルのアップルウォッチが欲しいっていう方は今回買ってもいいかも。アップルウォッチ5はリンク貼っておきます。シリーズ6が 59,180円、シリーズ5が 5,000 円引きっていう感じですね。まあ、ただ絶対買うべきっていう感じではないですね。はい、続いて AirPods Pro の整備済み品、こちら 24,395 円なんですけれども、整備済み品だとね毎回 25,700 円とかで売ってるので、これもそんな安くなってないですね。続いてこれはねめちゃめちゃおすすめ、 HP のゲーミング PC ですね。 Core i7 の 1700KF に RTX3080で、メモリ 32GB 積んでます。これが25万円ということでめちゃめちゃ安いですね。普段は 278,500円。で、これね、同じくらいのスペックの他のサイトでいくらかというと、これドスパラのやつで、CPU が Core i9-1700K で、グラボは一緒で、メモリは 32GB じゃなくて 16GB で、これストレージ 1TB とハードディスクなしで 289,980円。4万円ぐらいこっちの HP の方が安いのに、メモリが 32GB になってストレージが 2TB のハードドライブ追加でついて4万円安いということで、これめちゃめちゃお得ですね。これからゲーミング PC 買おうとか、ハイスペックな PC 買って動画編集したいとか、そういった方にはねこちらのデスクトップ PC かなりおすすめです。はい、続いてこちら 4K モニター。 4K モニターに関してはねあんまりいいのないよっていう感じで昨日言ってたんですけども、よく見たらねこれありましたね。こちら MacBook シリーズにおすすめですね。なんでかっていうと、これ USB Type-C 端子がついてて、この端子からね
96W の充電ができます。もうこれ1個つないでおけばモニターも使えるし充電もできるし、でこれ USB 端子もあるので USB 端子も使えるみたいな感じで、かなりいい商品かなと思います。まあ、ちょっとね高めではあるんですけども、 MacBook で使うならこれがいいですね。で今回ねこちらのモニター安くなるの初めてですね。で発売日は133日前なので、これねかなりおすすめだと思います。はい、続いてモニターといったらモニターアーム、 Amazon Basic のモニターアームですね。でこれね黒は今回ね在庫切れで買えないんですけども、シルバーはねしっかり安くなってました。 11,167円、まあ1000円引きぐらいですね。こちらのね Amazon Basic のやつに関してはエルゴトロンの OEM なので、本当にね5年10年と長く使える製品になってます。ずっと同じものを使い続けたいっていう方は、こちら買ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらが USB-C から USB-A に変換する変換アダプターになってます。USB ハブとかをね、使わないで1個しかつなぎたいものないよっていう方はこちらおすすめです。200円引き。はい、続いてこちらも最近買ったんですけども、これね、サブチャンネルでホテル1週間生活っていう企画やったんですけども、その時にね、荷物をコンパクトにまとめたいということで、新しく充電器を買いました。これね、一気に3つ充電できるので、かなりおすすめです。買ってよかったなと思ってます。続いてこちらワイヤレススタンドですね。これは iPhone だと 7.5W で充電できるやつになってます。このね、ワイヤレススタンドなんでおすすめかというと、普通のねパッドタイプだと通知が来ても見れないんですけども、こうねスマートフォンがこう自分の方に向いてくれるので、デスクとかに置いとくと通知が見やすい、しかも充電されてるっていう感じで、これかなりいいかと思います。で2個セットのものもあります。こちらはね3449円なので、まあ1個あたり300円安いですね。職場と自宅で分けるとか2人で分けるとかいう方はこちら2個セットで買うのがお得です。続いてこちらスイッチイージーの iPhone ケース、これ何がいいかというと 0.35mm ということで、めちゃめちゃ薄いです。僕ね、今までメムミとかあとフロストエアーとかそういった薄型ケースねデビューしてかなり気に入って使ってたんですけども、まあそれと似たような感じですね。セールで1117円ということでめちゃめちゃ安いです。ただねこちら iPhone 12シリーズしか安くなってませんでしたね。12 Pro 12用と12 Pro Max 用と12 mini 用で、こちらに関しては透明とブラックとホワイトモデルがあります。好きなのを選んでみてください。まあ僕はね今こうやって裸で使ってるんですけども、傷を気にする方はねこういうのつけてみてもいいかと思います。はい、続いてサンダーボルト3ケーブル、サンダーボルトケーブルに関してはアップル純正だと確か5000円6000円ぐらいしたと思うんですけども、アンカーはねその半額で買えます。僕ねタイムセールじゃない時に2本買ったんですけども600円安くなってますね。で 0.5 メートルと 0.7 メートルがあります。はい、続いてロボット掃除機なんです。はい、続いてこちらがロボット掃除機ですね。で昨日紹介したやつは空拭きしかできなかったんですけども、こちらはね水拭きにも対応するモデルになります。なので床をね水拭きもしたいっていう方はこっちがいいと思います。特選タイムセールで7000円引き。続いてね普通の掃除機タイプになります。こちらも結構いいですね。タイムセールで3560円引き。で今僕ね有線の掃除機使ってるんですけども、ケーブルをいちいち伸ばしたりしまうときは巻いたりっていうのがめちゃめちゃめんどくさいので、こういったね充電式の掃除機かなりいいかと思います。でこちらの新しいモデルが最近出て、これがね5日前に発表されたんですけれども、こっちが 15,800円で、1個前のやつが 14,240円。ただこちら両方比較するとですね、元々の定価が S11 ライトの方が2000円安いです。でなんで安いかというとですね、まず消費電力が少ないです。消費電力が少ないっていうことは吸引力も弱いですね。なので僕的にはねこっちの前のモデルがおすすめです。で充電時間も新しいやつは5時間なのに、前のやつは210分、3時間半ぐらいでできますね。で掃除時間も前のやつは省電力モードで40分、新しいやつは省電力モードで35分っていう感じですね。まあ、両方ともね実際に使って比較したわけじゃないんですけども、こっちでね、全然いいかなと思います。カラーバリエーション、まあ赤が欲しいっていう方はこっちのね新しいやつでもいいかも。青黒とか青白が欲しいっていう方はこっちのね S11 号がおすすめです。はい、続いてこちら、僕ねハンドソープずっとキレイキレイ使ってるんですけども、こちらが920円になってます。230円引き。でなんでキレイキレイ使ってるかというと、こう手洗った後に他のやつだとね結構なんかヌルヌルが残ったりするんですけども、キレイキレイはね本当にキュッキュッっていう感じでね
手にぬるぬるが残んないのでこちら愛用してます。ハンドソープ切れそうな方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、続いてこちら玄米ご飯。これねセール対象じゃないんですけども、もうね僕購入回数8回ということでめちゃめちゃ買ってます。玄米に関しては結構体にいいって言われてたり、白米と比べて太りにくかったりするのでこれおすすめですね。で玄米ってね結構まずいっていうね印象あると思うんですけども、この玄米ご飯ね全然まずくなくて普通にね美味しく食べれてます。まあ人によって違うと思うんですけど僕は全然大丈夫でした。むしろ最近ね残ってた白米食べたらそっちの方がねなんかちょっと柔らかすぎて食べづらかったので、このね玄米ご飯買ってみてもいいかと思います。ただね値段が普通の白米より高いので健康志向な方は買ってみてはいかがでしょうか。で最後にこちらAK レーシングの ProX V2、 昨日届いて生放送でね使い心地紹介するよっていう感じで言ったんですけども、昨日ねこれ組み立てて、あと部屋の掃除もして、でも疲れたっていう感じでね仮眠したらもう朝まで寝ちゃって紹介できなかったのでね、この動画で紹介します。今実際にねこちらの AK レーシングのゲーミングチェア座ってるんですけども、まず座ってびっくりしたのがこのねクッションがすごい、もう座面がねめっちゃふかふかなんですよね。まあ、これ好みあると思うんですけども、まあ、柔らかい座面が好きな人にとってはかなりおすすめだと思います。全体的に肉厚ですね。安いモデルと比べて。で、あとね、腰のランバーサポートもいいし、なかなかいい。で、あとね、こんな感じで180度倒れるので、これでね、こんな感じで寝ちゃうっていうのもできます。ただ欠点もあって、この枕部分がね、結構ね、肉厚なので、もうちょい薄かったらいいなと思いました。使っていくうちにちょっとへたってくると思うので、使ってったらちょうどいい感じになるかなとは思います。まあ、ただね、これがあるだけで首の疲れっていうのは全然違いますね。で、あと欠点としてはこれ、肘置きなんですけども、これね、前の椅子は机の高さと同じで調整してやってたんですけども、これね、最大まで上げても、机よりもね、ちょっと低くなるので、その点がね、残念かなと思いました。まあ、そんな感じでね、全体的には満足して、座り心地はね、かなりいいので、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今回第2回ということで、おすすめ商品紹介してみました。今日こそはね、生放送の方やりますので、ぜひね、チャンネル登録、ベルマークを押して配信の通知受け取れるようにしてください。以上、Amazon セールお得商品紹介第2弾でした。バイ。